こんにちは、カノです、今日もですね、オリジナル手ぬぐい、まあ、あるいはですね、手ぬぐいに興味を持っているあなたに向けたワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、京都なんかにね、よく行かれると、まあ、観光なんかでね、出向くこともあると思います。まあ、東京ではね、浅草なんか、仲見世なんかもね、たくさん、まあ昔ながらの、まあ、呉服屋さんはじめとしたね、昔ながらのこういった風情を、見せながら売っているというところもたくさんあるんですけども、まあ、その中でですね、手ぬぐい屋さんも当然ね、呉服屋さんなんかと並びであると思うんですね。まあ、下駄なんかと一緒に売ってたりすると思います。で、その手ぬぐいなんですけども、やっぱり柄としてはですね、これこの前もね、お見せしたんですけども、こういった昔ながらのですね、それぞれ意味のある、これでした朝柄ですね、子供の成長を願った柄っていうことの朝柄、まあ、いろんなね、意味があるんですね。まあ、これは色違いですけども、そういった意味のあるデザインのものっていうのがたくさんね、売られていると思います。で、それぞれですね、まあ、その意味をですね、調べながら購入するっていうのも面白いですし、まあ、それ以外にですね、まあ、インテリアとして使うようなプリントの手ぬぐい、そういったものもですね、たくさん売られています。まあ、実用的なのは当然本染めですし、風合いとか、なんというか日本のその和みっていうか、和のね、ぼやっとした感じを表現できるのはやっぱり中線本染めの手ぬぐいなんですけども、まあ、インテリアでパキパキっとした今風のデザインの中で表現する多色なプリントの手ぬぐいっていうのも好まれてますね。まあ、実際額に入れたりすると、本当絵画みたいな感覚で好まれることも多いです。ですから、まあ、そういった目的に応じてですね、いろんな手ぬぐいがありますので、そのあたりですね、自分のその実用的に使うのか、あるいはインテリアとして使うのかですね、まあ、本染めの手ぬぐいも私どもはインテリアでどうですかっていう形で額と一緒に販売するようにしてますけども、そういった売り方も飾り方もできます。ですから、ね、ぜひ一度ですね、そういったことで自分のライフスタイルに合ったような手ぬぐい、いっぺん考えてみてください。お願いいたします。